おお、なるほど。さあ、珍しいの来ましたね。自分も珍しいデッキ使ってますけど、相手もなかなかっすね。なんかくさびのオーラ引いてんだけど、マジかよ。サブディードリヒ、これいかつ。デストロイさん、暗黒の S ゴマって何がいいですか。 S ゴマ基本的に捕食2枚のシェンメイのリーダーっすね。残り1枚は。いきなりサブディードリヒ引かれてるんだが、これさ、インサイドにさらにゼウスいるんじゃない。成り打ちしてきた。まあ無難っすね。ちょ、これさ、ちょ、初手からさ、初手からさ、ディートリヒいるの草なんだけど、ちょっとさすがにサブ編成だったらもうちょっと遅くしてほしかったな。ウィシーさん、かけらが5個。あ、早いっすね。もう465溜まりました。自分どうかな、一応集計はしてるんですけど、でも400ぐらい溜まってるかな、自分も。今月結構石結構もらってますよね。小泉さん、オーストラリアって植物、あ、マジで？オーストラリア結構植物いい感じっすか。まあ、そこも土地広いからな。オーストラリア単体でオーストラリア大陸ってなってますからね。まさかの単体性能で、オーストラリア大陸なんで。さあ、ここ栄養ドリンク一発飲んでいく。のそすけさん、マナリアとヤンドーラ、マナリア、いや、同デッキ制限はもともとついてたんですけど、それデッキ解除されまして、今は無事に生き延びました。逆にヤンドーラはナーフされてますね、若干で。これなんですけど、インサイド回ってきたらどうしようかな。あ、そっち来る。 OK。いや、でもくさび強えな、それ。ファビオナイス。ちょっと一回ロックかな。まあ、あんまり意味なさそうですけど、これ受け持ちとか A の2置いて、ファビオも、C の6とかに置いて、コンボスキルゴリッと回復したいですね。先にファビオ A の2かな。さあ、これで何が釣れるか。わ、B5 も入ってんの、マジかよ。似たすぎ。倍数来た。これ耐えられるかな。もう一度3900食らうんで。いや、エルビンマジで強えよな。こいつ頭おかしいわ。くさびも足りてるんで、まあでも周期いそうっすね。周期もいそう。免疫スクルー。うわ、ザンクいて。耐えるかな、これ。24、うん、周期打てるか。あ、ザンクね、確かに。ちょっと、麻雀の起きたわ。まあ、回復はできるんですけど、結局こっちも飛ばさないといけないんで。飛ぶそれ。飛んじゃいます？耐えてはゆく。リアンツィルナイス。ここのリアンツィルクソデカですわ、正直。さあ、めちゃ回復いたしまして、ウィーウィー。これキリンとか入れてもいいか、これ。さては、これキリンとか入れてもいいかもしれないな。ただキリンとか入れ始めると、いよいよ手駒ロックに弱いんで。さあ、相手も防御はしてきますが、まだまだいけちゃいますよ、こっちは。さすがにブランジェツタは置いてる暇はない。火力出すか。いや、一応罠置いとくか。いや、刺激飛んでくるよな。まあ、いっか、罠置いとくか。取れねえし。え、マジですか？またヤンドローとマナリア禁止されました？嘘だろ。嘘。またしばかれたの。悲しみなんだが。うん、罠取ってきて。あんまりこれ罠張った意味なかったな。まあいいや。力を合わせましょうね。オッケー。まだ命
さあ10ターンでどれぐらい出る？コンボスキルは、あー4000超えんだ、いいっすね。オッケー、なんとか合流しよう、耐えていく。さあガチガチのヒプノスなんですけど、どのタイミングでこれノートが来るかっていうね。正直 B の3ノートやべえんだよな。コンボ食らうし、取ったら盤面死ぬんで。ゆうきさんも、得意者とヘルシア。あ、マジっすか、暴行チクチクまでいきます。それは相当っすよ、それは相当なんで。水は1日6リットルか。でも飲みすぎな、なんだ、自分が3リットルなんで、さらに倍飲むってなると相当きついっすよ。さあここで6、あ、ちょイグナーツいかれるんですけど、あぶねイグナーツセーフ、生き残ったわ。お、マナグリ5連勝、ナイス。キリンレモンさん、あ、花園電気ギターもいいっすよね、僕もめっちゃ好きだわ。てか花園電気ギターとチョママめっちゃ好きっすわ、かっこいいっすよね花園電気ギター。ちょっと歌詞はだいぶなんかあれなんですけど、歌詞に関してはだいぶなんだ、まあトゥールラかな、歌詞はだいぶ電波なんですけど。あー、リミリンか、曲なんだっけかな、なんかチョココロね、なんちゃらかんちゃらでしたっけ、なんか歌詞にチョココロねあった気がする。ここルラぶち込みの、まちょっと罠と迷いましたけど、トゥールラは早めに置いときたい。うわ、なんか変なやつ来た。あ、チョコレートの低温レシピか。そうですね、低温はあれですよね、ベースの部分表してますもんね。もちもち、あ、それあれですかね、花園電気ギターの歌詞かな。最初ね、なんか真面目に何だろう、世界の有名なギタリストのなんか名前挙げてんなと思ったら、なんか急にもちもち言い出すんで。そしたらここなんですけど、ちょっとエスレンにはなるんじゃが、こっちかな。うん、こっちでいいっすかね。まあコンボ使えそうですし、バイスのコンボも1回しかこれ通んないんで、 OK、 これは取ります。さすがに栄養ドリンクは見過ごせない。フレビングまで来た。ただちょっとフレビングはそこまではいらん。でビーナスとか打たれると終わるんで、一応毒残しときますわ。よいしょ、で回復からのオッケー。まあ次ビーナス打たれてもルラコンボでいけるかなっていうところかな。あ、でもちょビーナスはきついか、さすがに。うん、まあ回復されますけど、さすがにね。オッケー。ユエリアさん、ギタリストは字で始まりが、あ、マジっすか。地味編ぐらいしか知らないですけど地味編しか分かんないな。あとなんかいいのかな。地大体いつも15日ですよね。うわー、なんか不思議な出来きますね。さあチャーシュー小力さんとマッシングしていくどういう名前なんだっていうね。よいしょ、デバフ系か。まあどっちもじわじわ系ですね。バホメットってデバフ量12とかでしたっけ。結構強いですよね。え？おい、なんか神の守護者来たんだけど。そういたしましたら、いやブラジェでブラブラしとくか。これ取られる可能性あるんですけど、まあ、盤面相手きつくなるんでブラでいきますわ。どっちかっていうとファビオのコンボスキルで回復したい感じするんで、まあ取られたら取られたらでいいですし。うん、いや、これ相当ディフェンシブだよ、これ。
アイドルアンナプールナとか、まあ確かにカット率は強いんですけど、ちょっとステータスが結構昔のキャラクターなんで低いんですよね。オッケー、これで次発動しよう。まあ、地味にでもアップデート入ったんだっけ、アンナプールナ。いやそれ多分回ってるか、違うか。さあここでいかついダメージ一旦出していく。ブランジェッタでブラブラっていうなんか謎の言語発動していきますけど、これどうしようかな。まあこれでいいか。ウイシーさん、スキルバッジの変更はありません。あ、マジで？じゃあミスっすかね。なんだろう、ミスなのか仕様なのか。そこルラクル？いかつ。まあ、召喚しちゃってるからな、確かに。これどうしよっかな。正直トゥールラコンボ使わせたくねえんだよな。フレブ A の3はちょっと弱いかな。普通にコンボ使えますしね。まあこういくしかねえか。でトゥールラコンボ使った場合はフレブ B の1ですかね。あ、でも一旦 E の方来るか？あぶ、おっと？それはいかつすぎ。やっぱ。どうするこれ。火力出しますけど、耐えらんなくねえか？こっち4枚だから12%か。ノーティング。つか結構盤面きついなこれ。やばばばば、これきつくねえか。回復してく。意外とあそこのトゥールラ強えな。オッケー、まだ参るか。こっからゴリゴリ回復したいですね。うん、キリンとか入れた方がいいかもしれないな。しかしオーラ引かれとる。おっと、いやでもそこはマホメットコンボ消せるんで、いやまだ参る。メルティシアとかもいいかもしれないですね。トゥールラナイス。受け持ちかな。いやでもリアンツェリの回復もあるんだよな。いやでも受け持ち先っぽいな。受け持ち先打ってコンボスキル使いながらもう一回トゥールラっすねこれ。回復回復。多分トゥールラ C の位置に打っても飛ばせないんで。どうだ、耐えるか。耐えろ。うん、耐えてはいく。てか毒効果アップか、あれ、あのオーラ。今さらすけど。さあいいサンプルは来ますが、これどれぐらい回復する。トゥールラ回復はそんなにしないんで。よいしょ、 OK OK。どうだ、コンボスキルはない。5600。これ飛ばすにはペトラぐらいしかないよ。バイセも使ってるんで。てかバイセ使ったっていうことは他にフィニッシャーがいるかと思いきやまだいない。てかこれ相手パスじゃない、なんなら。これ相手パスくせえな。角でいいっすよね。ちょっと一応盤面確認しといて。てか、なんなら飛ばせんのかな？ん、飛ばしていく。よし。おっと、さ、リリープー来た。あ、エクスカリバーさん、こんばんは。いつもありがとうございます。4周年無事に迎えました。ありがとうございます。フレブでもどうだったかな？でも、意外とフレブでも間に合わない説ありますけどね。
ワンチャン X もあるか。あさんこんばんは。いつもアナウンス4周年無事に迎えました。結構いろんな出来が当たりますね。まあ月の初めであればランクというかあれ下がっても、まあ、問題ないっていう感じですかね。 OK、 今回は引きがいい感じなんだが、まあデバフの方にしときますか。あ、メンバーシップ多分あれですね、あのメンバーシップギフトでアさんにあのプレゼントされた形ですね。1ヶ月間の限定ではあるんですけど、よろしくお願いします。メンバーシップね、ぜひあのスタンプバチバチ打てるんで。お、ここでもうベルゼブ殴っていく。いいサンプルになってくれ。まあ X トゥールだか。 X カリバースさん、リアン1体しかいない場合はどっちがおすすめですか。リアン1体の場合はさすがに進化かな。ちょっと10日使いづらいんですよね。性能強いんですけど、デッキとしてマジでちょっと使いづらい。ブランジェツタ。そうなりまして、まあ、ちょっと高価なベルゼブブコンボだいぶ怖いっすけど、ユエリアさん、マイクの違いか分かんないけど2年前、あ、そうっすね、あのマイクは変えました。昔使ってたやつはちょっと安物だったんで、だいぶマイクの性能は違いますね。あとマイクのあの種類も違うんですよね。実は前はダイナミックマイクって言って、なんかライブとか外で使う用の、まあ、外でも使える用のマイク使ってたんですけど、今はコンデンサーマイクっつって、あの、レコーディングとかで使われるマイク使ってるんで、レコーディングとか、まあ、アフレコとかそういう感じの、なんか室内で、風とか絶対入んない環境のマイク使ってるんで、まあ、ダイナミックマイクはあのライブとかですね、結構雨風に強いんでね。いや、コンボ使われすぎ。おフレビングナイス。ここのフレブガチで強い。全部 S ゴマ引け取るやん。安定の全 S。 あ、ナタヒナさん了解です。お疲れ様でした。またお越しください。あ、そうですね。それ使ってました。皆さんスタンプね。で、アイテムオーラ引いていく。ロックだと、これはキリンパイセンが出ちゃう。おい、キリンの弱えとこ出たぞ。で、これなんじゃが、これベルゼ取っていいっすね。ベルゼ3枚返しがガチでやばいんで。さあ、これデバフの方で使っちゃうとキリンの恩恵受けらんねえな。やっぱり買わずにしとくか、これ。キリンじゃなくて。サフィロスくん来ちゃう。オッケー。これ飛ばせられんのかな。これどんくらい出るのかマジで分かんない。3000出るとして、アタック足して1600。あ、まあいけるか、枚数返しで。いきます。この間合いは、よいしょ、オッケー。ゴリゴリの神トンキと、さあエンデガちゃん捨てていく。3万超えてますね。つか久しぶりにさ、これあのハルマレ使うけど面白いな。やっぱ普段使わないデッキ使うと面白いですね。そこ守護か。まああんまりこっちのデッキには関係ないかな。おっと、朝オーラ2枚になっていきますが、まあ、比較的使いやすいキャラクターしかいないんで大丈夫かな。うん、回復とデバフ選べるのでかいですよね。それマジで優秀。しかもデバフ量結構強いんだよな、こいつ。18ですからね。まあ英語まではありますけど、英語までも割と強いヌアンサと一緒のデバフ量なんで。ユエリアさん、ヒプノスの S 枠。なるほどね。まあフェイルノートとペトラと残り1枚なんで強いですよね。さあ、ここで相手お月様から力を借りていく。いい
なるほど、これちょっとフレブここで打ちたくないんだけどな。もうちょっと半分切りそうなタイミング、あのコンボスキル絡まるタイミングで打ちたいですよね、できれば。まあじゃあ逆に自分からコンボ使っていくか。さあ回復しながらダメージ与えて、最悪ロックいるしな、あとまあウンディーネもいるし。おっと、しかしここで相手オーラ引いていく。さあリンガットでここは守ってきた。ええー、マジかー、イグナーツ捨てればよかったかすいません、これロック打ちますわ。いやここでフェリプティつってもな、そんなにっすよね。でもフレブのコンボは使いたいんで、せっかく B の3には B の3に置いたからには使いたいですよね。まあ、フェリプティ多分出るとは思うんすけど OK。まあでも正直神棚 HP 半分切ってからが本番だからな。さやか、なるほど。これちょっとすいません、ちょっと銀白を捨てますわこれ銀白を捨てて A の6にさやか置きますわ。多分そのうち特殊ダメージを相手出すしかないんで、ここ銀白を捨てて一応フィニッシャーも持っては置くんすけど OK、 いい感じのキャラ来た。火力出して、あーでもルキアコンボスキルないからここで罠とかもないし、枚数返し決めてくるかな。3枚返し結構それやっちゃうと A の1と A の4でコンボスキル決まっちゃうんですけど、ルキアがコンボないんで全然ありえはしましたが、ミュージング置かれていく。ここ絶対罠ですね。フェイルノートで回収されそうですけど、まあ、ここ罠以外ないんで、うん、ノートね。で回復がちょいめんどいんじゃが、リアンツイルナイス。これ火力出すか。これでノートのバス割りを削り切ることによって、罠を回収させないようにして、でさすがにコンボスキルバフじゃないからこれは飛ばないっしょ。でフィニッシャーのイグナーツは控えている。うんうんうん。でこれはどうだ、イグナーツでいけるかな。いやすいません、この半分半分いってないんですけど、マジかよおい。半分いってない剣についてちょっとやべえかも。いやルキアコンボスキルねえのマジでいかちいな。いやルラだな。回復しすぎて使えないんですけど、まあでも次はいけるか。なんかタルタルとか来なければ。で白卓来ますがさすがに飛ばない。 OK、 これが回復しすぎた男の末路ですわ。よいしょ。あ、そうか、タルタルあるか、ミューズいるからいないか。 OK、